詳しいことだし。じゃあ、あなた誰に任せてもらう？じゃあ、どちらに任せてもらう？はっきり言ってください。自分にはっきり言ってください。そうすれば、この方間違いない。Thank you.
読みます。1、まず当然福島第一原発事故の収束に全力を注ぐこと。次に県都の口上さんから申し出があります。質問状です、宛先は広瀬直美殿。2011年3月東京電力福島第一原子力発電所は大事故を起こした。同年12月に政府によって事故収拾宣言がなされたにもかかわらず、2年半が経った現在たまり続ける汚染水問題が極めて深刻な問題として改めて浮上している。東京電力は福島第一事故の原因は想定外の大津波であったとしています。今回も民主党との会合で東京電力の山下和彦、山下って名前どんな方がいない山下和彦フェローは東京電力として対策を取っているが想定を超えたことが起きており、申し訳なく思っていると述べ、本当に想定外であったのか、我々国民が通常得ている情報の範囲でさえ2011年4月以来それぞれの大分だけやり溜まり続ける汚染水と津波によって建屋に流れ込んだ海水、そして陸側からやってくる地下水などが福島第一原発の地下全般に混然一体となって変わっていることを知っています。東電もしっかりそうした深刻な事態を想定できたからこそ、同年つまり2011年6月13日付の政府側への文書、これは福島第一原子力発電所地下バウンダリーの基本資料についてという文書において汚染水対策としてこれ以上海を汚染させないために地下水の遮水について万全の対策を講じ、地下を通じた放射性物質の拡大による太陽汚染を防止すること、高濃度の大流水がこれ以上大量に流出されないためにされないために後追い的にならない備えをすることなどを述べています。今日の汚染水問題は十分すぎるほど想定されていたのです。しかしこの時点、つまり6月の時点で1000億円ほどもかかる経費を計上すると債務超過となり、仮に1000億円レベルのさらなる債務計上を余儀なくされることになれば、市場から債務超過に一歩近づいた、あるいはその方向に進んでいるとの厳しい評価を受ける可能性が大きい。これはすでに廃棄したいとさえ述べています。というわけで想定は十分されていたということで、今や第一原発の地下と地上の仮設タンクには想定抑制価格収
除去装置の設備の早期の安定運転、海側遮水壁の設置などが構想され、さらに100万トン分のタンクを設置するなどということも考えられているようだ。しかし東京電力としてこれらが十分な汚染水対策であるというふうな自信を持っておるのか、おらないのか、この点をぜひとも質問をしたいということで、この質問に関しては、来月の3月、11月1日金曜日までに文書を持って回答されると申し上げます。以上です。Yeah.